シュロスエッケンベルクは、オーストリアのリンツとザルツブルクの間に位置する、ザルツカンマーグート地方、オーバーエスターライヒ州、グムンデン郡、フォルヒドルフにある醸造所。オーストリアで最も古い家族経営のブルガリーであり、世界で最もアルコール度数の高いラガービールの、一つとして知られるサミクラウスの醸造元として知られている。城中にある醸造所の門。 エッケンベルク城の同伴が醸造所の母体となった。エッケンベルク城は971年に建設された。ビール醸造は14世紀頃には始まっていたとされる。その後、城主は転々とし、1680年にはクレムスミュンスター修道院に売却される。翌1681年。 マイケル・ワイズマンに売却され商業生産を開始し、今に続くオーストリアに現存する最古の家族経営の醸造所となっている。その後も醸造所の所有者は転々とし、1803年には醸造所、1811年には城の所有者が現在の所有者一家に移った。1877年に火災があり、現在の建物は、 ほとんどが1880年代に建てられたマナーハウス形式ものである。防衛拠点としての城というよりも車頭に相当するものとなっている。時代が下り醸造設備も更新されたが、低温醸造による長期熟成法にこだわりを見せている。サミクラウスはバイエルン州スタイルのドッペルボックで14%と高いアルコール度数を持ち、世界で最もアルコール度数の高いラガービールと、 歌われている。サミクラウスとは、スイスドイツ語の中立比方言で、サンタクロースのことで、毎年聖ニコラウスの日に醸造され、10ヶ月にわたる低温長期熟成期間を経て出荷される。アイスボックの手法が取り入れられており、1時2時、発酵後の長期低温熟成時20%程度が凍らされ、この時不要なタンパク質と、タンニンも取り除かれる。 高アルコール濃度であるため熟成にも適しており、2012年、サンディエゴで開催された EN ワールドビアカップでは、エイジドビアーズ部門で2004年ヴィンテージがゴールドメダルを獲得した。このビールはもともと工房の研究で有名なスイス、チューリッヒのヒューリマンビール醸造所で1979年から醸造されていたものだが、1996年、フェルドシュレス編グループに吸収。 合併され、翌年から工場も創業を停止、サミクラウスも1997年ヴィンテージを最後に一旦姿を消した。その後、1999年にシュロス・エッケンベルク社がフェルドシュレス編社と合意に達し、2000年からヒューリーマンの協力のもと、ヒューリーマンのオリジナルレシピにより醸造、販売を再開した。ありがとうございます。